皆さんこんにちは。こんにちは。さあ今日はね、本当梅雨の中とはいえすごい天気が良くて爽やかな掛け橋でございますが、はい、このお時間は大倉雅子の応援チャンネルをお送りいたします。はい、今日はですね、浜松市周辺でご活躍の数秘セラピスト矢上智香様をお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは番組に先立ちまして、掛川 TV、 人と人が出会い笑顔になれる場所づくり、こちらをテーマに情報発信しております。大切な、この TV を支えてくださる、バナースポンサー様をご紹介してまいります。はい、亀屋鍼灸社のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。パレスホテル掛川様、ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店サムズカフェ様、ありがとうございます。よもぎ虫とマッサージ、生理痛改善サロンタウピリ様、ありがとうございます。ママの笑顔は、あ、いいですね、家族の太陽、ドリームボード講師坪井美希様、ありがとうございます。もっと楽しく、もっと自分らしく、笑顔の家づくり、ウイングホーム株式会社様、ありがとうございます。ペットの複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。そして、世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校アトリエシャルマン、ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで、掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。本当にありがとうございます。はい、そしていつもご視聴の皆様、ありがとうございます。 YouTube チャンネルの登録、そして Facebook ページのいいね、インスタへのお友達登録なども本当にありがとうございます。地域参加型のテレビをこれからも目指してまいります。どうぞご興味のある方、情報発信をしたい方はどんどんスタジオに遊びに来て、今日もコメントなど、はい、もう早速ありがとうございます。スタジオにも来ていただいて、コメントもどしどしお願いしたく思います。はい、それではお待たせしました。ドキドキ。はい、はい、改めまして大倉雅子の応援チャンネル、こちらはですね、日頃、コミュニケーションやお話の仕方をお教えしております。大倉、私から、応援したい人を、ご紹介する番組でございます。今まで、3回させていただいて、本日は4回目ということになります。今日はですね、私が信頼する、もう出会って何年、もう2、3年経ちますね。はい、実も初めて会った地は名古屋というね、まあ、えらい遠いところに2人出かけてってあったわけですけども、ぜひぜひ皆様にご紹介したいということでお招きしております、数秘セラピスト矢上智香様です。よろしくお願いします。それではそれでは、そうですね、簡単に自己紹介をお願いしたいなと思います。どうぞ。はい、浜松市に住んでいて、大体活動は浜松の方でしております。矢上智香と言います。活動内容、あ、そうですね、はい、いろいろされてるんですけど、今日はね、はい、あの、はい、順番にどうぞ。そう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 、多彩なんですよ。メインというか、今日ご紹介させていただくのは、数秘セラピストということで、数秘をとか、あとはまあ出そうとかカードとか、あのメモリオイルとか、まあ、その方に合ったもので、まあ、基本は数秘なんですけど、そういったものであのセッションの方をさせていただいたりとか、あと数秘の方 の、 あの講座の方をさせていただいたりとかはしてます。あ と、やってることとして、現役の介護福祉士で、あのフルではないんですが、まあ、介護の仕事もやってますので、今年の秋口ぐらいからですかね、ちょっとケアする、介護する側のケアをしていきたいっていう思いがあって、まあ、ちょっとした団体を作ったりっていう計画も、だいぶだいぶすごいんですけどね。そうそうそう、あの介護する側のケア、介護受ける側のケア、あとはあのそういった予防の点、3点の柱で、あの団体の方を作って活動していきたいと思いますので、また決まりましたらゲストで呼んでください。イエーイ、わかりました。番組を作ってください。よろしくお願いします。
オファーが今で、もう一つはあの友人 と、団体を作って林業関係の森育という団体を作っておりまして、うんうん、その副代表とかもやらせていただいてます。そんな感じです。もうね、いろいろされてて厳選した3つを今言っただけで何分かかったみたい。もうね、そうなので今日はあのね、数秘セラピストってこうお伝えしている通り、まずそれを中心になんですが、なぜそこをやってるかとか、今言われたね、2つ目の話、介護職ってやっぱり大変だなとか、でもわからない、大事だよねっていうところを、ケアする側をケアするとか、そういう話もね聞いていきたいなと思います。それでは早速ですが、まあ数秘って聞いたことあるけどよくわからない、もしくはえ数がどうしたみたいな、今日は初めて聞いた人もいるかもしれません。なのでまず数秘とはとか、それを知ってるとどんないいことがあるかとか、お話しいただけますか。はい、うん、世の中本当にいろいろ、まあ基本は生年月日から、うんうんうん、あの3つの数字を出したりとか、うん、お名前からも数字が出たりとかで、うんうんうん、そういったものでその方だったり、あのお相手の方だったりっていう本質だったり、うんうん、あの目指すところとか特徴とか、うんうん、そういったものを出していって、やはりあのこう対応の仕方とか、自分ってこういう人なんだっていうものを見たりはします。で、あとはあのサイクルがあるので、やっぱりあの物事何か進めていく中で、あのもうイケイケでいっちゃってっていう時とか、いや今は休憩した方がいいよっていう時があるので、そういったものをうまく使うとか、あとはもう本当に世の中数字があふれていて、部屋番号とか携帯の番号とか、そういったものからもやっぱりメッセージは受け取れるので、もうちょっとみんなスマホ触りましたけど、よくあの皆さんに言うのは、子育てなんかでもあの役に立つのかなって思うのは、例えばなんですけど、お子さんが一人で遊んでいる、それをあのお母さん側が持ってる性質として、すごい一人で大丈夫かしらって心配になる場合と、あ別に一人でも平気ねって思うお母さん、両方のお母さんがいる、お子さんも、まあ、ちょっと本当はみんなで遊びたいけど事情があって一人でっていうか、お子さんもいれば、もう一人の世界がすごい大好き、で全然心配ないよっていうお子さんもいたりとか、やっぱりそういった面で その子育てにも役立てるし、さっきの介護にもあるんですけど、実はあの介護の方もやっぱり数字で、あこういった対応を取ったらこう成功したとか、あこれいいねとかっていう、ちょっと自分の中での体験談トータルであの統計取ってっていうこともあるので、ありとあらゆることに使えます。すごいいいこと尽くし。なるほどと思ってます。そう、もともとはご自身がそれで例えば救われたとか、大事な人を救えたとか、そういう感じなんですかね。そうなんです。なんか、ね、学問なのかなと思ったら意外と身近にあって、これなんかもう皆さんそうだと思うんで、知ってた方がいいに決まってると思うね、オンされたと思うんですけども、うん、5年ぐらい前ですかね、ちょっと私も家庭の事情とかいろいろで、こうすごく大変だった時期があって、それを数字に出会って、もうやっぱり統計学なので面白くて、もう自分もやっぱり救われたし、じゃあ同じ思いをしてる方が少しでも楽になればということでやらさせてはもらってます。なるほど、はい、そうその数秘セッションってね、さっき言われたんですけど、こうあの情報を聞いてお伝えするだけじゃなくて、それをもっと良くするにはお話をされてるのかなっていうふうに思ったんですけど、そういう感じなんですかね。ちょっと今日はね、あのこんな感じで鑑定してますよってイメージ画をねお持ちいただいていて、個別診断っぽくこうねされてるんだってことが分かります。やっぱ女性が多かったり、子育てに悩んでるとかいう方が多いんですかね。そうですね、いらっしゃる方は、やはりお姑さんとの関係でとかいう、本当に不思議と介護の話は一切してないんですけど、介護をされてる方のご相談とか、そういったものもありますし、中にはあの男性とか、あの女性もあの外に出て働いてる方で、こういったことをやりたいけれどもタイミングを見てほしいっていう方もいますね。なるほど、はい、じゃあ本当にどんな困難が起きるかっていうことで、何かコメントが入ってる、先に言っちゃって お願いします。どうぞどうぞ、はい、吉倉水江さん、水江さんだ、早く来ればいいよね。あ、そっかそっか、よっって言ってる。水江さんのね、水江ミークで、今日は、水江さんに教えてもらったメイクを頑張ってやってきました。繋がってる、肌で繋がってる。今日はうまいな。またやりましょう、じゃあ、あと、大塚律子さん、はい、聞きたいです。律子さんはね、スケボーやってるんですよ。
あ、そうよ、ね、スケボーママ。いやいや、そんなことない。リスコさん知ってます。ね、ぜひぜひ。リスコさん何やってるわけ？リスコさんがやってるんだよね。娘さんたちだと思います。言っときますね。リツコさん今ざわざわしてるのが言っときますね。大丈夫です。リツコさんがやってるのだったら、そうかもしれないとか言って、はい、ありがとうございます。コメントからまたパワーをいただきました。はい、じゃあの数比っていいんだなっていうことなんですが、せっかくなんで、うん、こうね、実はすごいいろいろ聞かないとできないという部分もあると思うんですが、数比のいいところをご紹介ということでプチ生鑑定をしていただけると今日聞いてまして、はい、スタジオで勇気ある方、どなたか。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、 あの必要な情報を今お聞きしてお伝えしていくっていう感じで、はい、大丈夫ですか。はい、あの、はい、本当に深くセッションとなるとお名前から数字出したりとか、うん、生年月日ではあるんですが、今日はプチということで月日を教えていただけますか。うん、はい、10月1日です。10月1日はい、素晴らしい。素晴らしいって、いや気になる気になる。10月1日皆さんメモですよ。はい、しかも2人いますよ。この中に大丈夫、2人いるそうです。すごい、簡単に言うと、まあ、人となりとしてはもうすごいしっかり者で、うん、自らがこう、うん、率先してリーダーに立つ、うん、ただちょっと飛ばしすぎには注意していただいて、恥ずかしい。いうのと、もう一つはすごくね、あのなかなか自分に課題を課して生まれてきましたっていうのは、自分の本質はもう一番でバンっていく人なのに、目標としてはあの人のサポートするのを目標として生まれてきているので、あー、だってお納得、すごあと、ごめんなさい、せっかく、簡単に、本当にまだいっぱいあるんですけど、来た来た、1はこんな感じ、あ、すいません、1はこんな感じですね。はい、1と2という数字なんですけど、10月1日はい、じゃあこれで1を、次を2をお見せしてたいですか。はい、サポートっていう、もういわゆる優柔不断って、ね、優しいので優柔不断になってしまったりするんですけど、順番に見せていただいていいですか。あ、どうぞ、はい、本当に簡単ですけど今日のは、ね、すごい。でなので、一番でなくていいことをちょっと堪能しましょう。はい、あとさっきごめんなさい、ちょっとクスッとしちゃったのは10月1日、うん、よく言われるのが、うん、世界規模の変人っていう。世界規模の変人と地球規模と宇宙規模があるので、まだ日本かと。そうなんだ、そうなんだ、上に上がいるのか。まだまだですね。びっくりしたね、びっくりしたね。あの10月1日の方は今年は、変化の年になります。良くも悪くもいろんな変化があるので、やはりちょっとこう、例えば洋服がね、うん、あの着れなくなった洋服をいつまで取っといてもっていうこともあるので、うん、もうそういった時は潔く脱ぎましょう。はい、ちょっと今年はいろいろ変化のある年かと思います。変化のある年、じゃあピンクから何色になるの。はい、あ、確かにピンクから何色になるの。これ何、手放す。あのピンクは愛の数字の色なので、愛の数字の色、愛の数字の色。あの数字にもいろいろ色があって、うん、ピンクは愛です、うん、いいかと思われます。いや、愛を発信しましょう。愛を発信する感じで、愛を発信しましょう。すごい、いかがでしたか。こんな感じのことやってます。面白い。怖い。すごいざわついて、いい意味のざわつきが。いや、ありがとうございます。ね、あのもっと深く知りたくなったんではないでしょうか。手相とかでね、うんうん、現在の状況とかを見たりとかもするので、またいつでもいらしてください。やったー、ありがとうございます。すごい温まりましたね、これ。すごい、ここでコメント。はい、おお、ありがとうございます。リツコ大塚、はい、私ジャイ、え、ジャイ、あ、私がやってんじゃない、スケボー、うん、え、あ、そういうこと、嘘、わかんないけど、リツコさん、このスケボー、私ジャイっつってるから、ね、じゃあスケボーのお話今度またお呼びしたいと思います。はい、ありがとうございます。え、すごい、いや、ありがとうございます。
さあ、それではあの数位の隣にもう一個出てきた、はい、メモリーオイルというまたアイテムが人気なんですよね。これもちょっとねお聞きしたいと思います。皆さんもお聞きになったことあるかもしれない、これは何だろうみたいな、きっといいことありそうだなみたいなイメージだと思うんですけど、はい、メモリーオイルっていうのは、うんうん、まあ、ちょっとこれ言うと怪しくなっちゃうんですけど、うん、製造工程が秘密にはなってるんですけど、あの願いを叶えるメモリオイルと言われてます。ただ、まあ、正確に言うと願いを叶えるためのサポートをしてくれるオイルかなと思います。ね、ストーンとか、うん、いろんなフラワーエッセンスとか、ね、いろいろなものが入って手に乗るぐらいのサイズですね。それぞれの目的に合ったような、例えばこれはラブだったり、あとこういった面白いもの、あ、これは和の金運ですね。でこれなんかちょっと面白いんですけど、はい、ダイエットとか、これはドリームカムツル、夢叶える。でこういったものを叶えたい願いを教えていただいて、それをに合ったものをやったりとか、あとはちょっとダウンジング等々やったりして、その方の状態だったりを探っていって、で、このこういったスプレーだったりとか、持ち歩けるのシュッシュして、はい、とか、あとはこういったかわいい、これもそうなんですけど、ネックレスにしたり、携帯につけたりとか、そういったこともできます。持ち歩いた方がいいってことですか、むしろ自分のもう加速するってことか、バシャバシャかけて、はい、かけていいんだって。あ、ごめんなさい、一応製造工程秘密なので、保証がないので、鼻には本来はつけてはいけないとは言われてます。こちらに輸入で来る場合に、芳香剤として入ってくるの で、これにはちょっと逸話があるんですけど、自慢のスプレーです。その方の望みで作ったんですけど、一応これをバシバシつけてったら、今合コンっていうんですかね、コンパっていうんですかね、合コンですね、はい、で声かけられまくったとか、うわー、モテモテモテやつ。私の中では究極の、ああそうそう、今ねそういう活動なさってる方にはちょっとじゃあ、アドバイスしたいと思います。とか、ご主人とすごく仲良くなったとか、それ大事で、で逆に後でまあ嗅いでいただいたらと思うんですけど、うん、これを嗅いで、あ、ちょっとってなる方もいらっしゃって、うん、それにもまた意味があって、いいと思うか、ちょっとっていうのは自分の状態と関係があるってこと。そうですね、なるほどね、はい、これでもセッションはしますので、なるほど、じゃあ数秘、そしてメモリオイルと、その人の中にあるもともと持ってるいいものを引き出したり、願いが加速するようなことをされてるってことですね、はい、素晴らしい、ありがとうございます。うん、ちょっとだんだん時間迫ってきて言いたいこといっぱいあれですけど、さっきちょっとおーってなったその介護のお話ですね。ね、普段介護職で仕事されてるんですが、介護をする側のケアっていうお話があって、それってすごい珍しいし、なんだろうってことなので、少しお話をしていただいていいですか。はい、うん、介護職の方も10年以上やらせていただいてるんですけど、うん、その中でやっぱり今のまあ現状として、うん、志高く入ってきたというか、そういう仕事に就いてる方ほど現実とのギャップで、うん、こう離職したりっていうこともあるし、うん、あとは例えば虐待とか、いろんなことを言わ、介護虐待とかも、うん、絶対にやってはいけない、あってはいけないとは思うけれども、もう追い詰められて追い詰められて、うん、そういう風になってしまったっていうご自宅で介護されている方もいらっしゃいますし、やっぱり世の中に溢れているのは、認知症の方はこういう風に接しようとか、うん、じゃあ認知症はこうだああだ、ところが介護職についている方に、じゃあこうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうものがあまりにも情報が少ない、うん、でなおかつやっぱりそこを認めるというか、例えば人間なので、どうしてもこうクソって思うこともあると思うんです、ね、でも、うん、志高い人ほどそこを、私ってなんでいけない人なんだって思ってしまいがちなので、そうではないと思うのは当然、でもそこからどうするのかっていうあたりで、虐待のケースなんかもやっぱり介護する側のケアをしていけばものすごい減ると私は思っていたりはするので、やっぱりそこをこう、
いろいろなところからケアしていきたい、うん、だけれどもやっぱりそのこれから高齢化社会になるにあたって介護する側のケアを一番にしていきたいとは思うんですが、やっぱりこう介護を受けるという方のケアもしていきたい、はい、で予防、これもうこれから100年人生100年と言われている中で予防もやはりしていきたいっていうことを思っての団体を考えてます。あ、素晴らしい。なかなか、ね、聞けないですよね。はい、ありがとうございます。その本当に長く生きるということは楽しいこともあるし、この子育てと違って何歳になったらね学校行くからもうちょっとだとかお母さん側はそんなこと言ったりしますけど、介護に関してはやっぱりそのね道を全うするまでずっと自分の親なのにこんな気持ち抱いてとか、これ私もねこうお話を聞くと、あ、何かできないのかなって普通の一般の人でも思うわけです。なんで今後はそのケアをするって言って、まあ、何をっていうと具体的にそのお茶会とかちょっと集まる会なんかをしたいなっていう構想があるんですよね。なんでもしあのご興味ある方はぜひねお仲間に入っていただけたらと思います。じゃあお時間迫ってまいります。最後にこの林業のお話があって、その森行くっていうのを、これはイベントの告知も兼ねて少し話題にしたいですね。お願いします。はい、これが近々のイベント、どうすればいいでしょう、うん、はい、はいはい、近々のイベントで、これがですね、もともとあれですね、浜松は本当に日本でも有数の森が豊かで、本当にあんま知られてないんだけれどもと、森っていうのと私たちの生活実は結びついているっていう、すごい仕事してんだなみたいな、私最初聞いた時感動して、いやすいません知りませんでみたいなところだったんですけど、はい、きっかけとしてはそのまあ、もちろんあの私が天竜出身だったりするので、あの森に近かったっていうのはあるんですが、やっぱりあの子どもの参観会に行った時に木を切ってはいけないで、あの授業が終わってしまったって、教科書を見ればちゃんと間引きをしてとかっていうのはちゃんと書いてあるんですけど、やっぱりそこまでの、あの時間を学校側は割いてくれない。それはもちろんあの無駄に木を切るのはいけないとは思うんですけど、やっぱり木をいい出どころの分かった木をちゃんと切って育てて、それを消費していく外国産の、まあ、外国産が悪いとかっていうわけではないんですが、あのそういったものをちゃんと消費していくっていう、子どもたちを教育していくっていうのをしていきたいっていうのをメインで、あの立ち上げて、友人が立ち上げていた団体なんですが、それの、まず、これがさっき、天竜の森に行こうっていう、はいはい、そうですね、っていうのを7月をと8月にそれぞれあるということで、はい、やっているのと、はい、あと、一つこれは、ごめんなさい、これ去年のなので、今年は17日なんですが、ね、イメージですね、はい、はい、まずこれは、あのここはもう7月8月のは本格的な森のものなんですが、こちらに関してはあの全く森に興味がない人でも、例えば雑貨、浜北のショップお花さんっていうところが、輪ゴムっていうイベントをこの中でやってくれてるので、全く別の視点から来て、あ、こんなに素敵な森があるんだ、木ってどうだろう、森ってどうだろうっていうのをまず考えていただけるようなイベントになってます。一昨年はちょうど1万人の動員がありまして、去年はそんなにとか本当だよね違うじゃん、頑張ってくださいみんな、8000人の動員をさせていただきました。今年も17日にやりますので、ぜひ足を噛んだ、ぜひ大丈夫足を運んでください、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこんなあの八神智香さんですが、情報を知りたい方は毎日ね素敵な言葉とともにインスタグラムから情報発信されております。ともか@やがみ1112をぜひインスタグラムから検索していただいてアクセスをと思います。じゃあ今日はあの通費セラピスト八神智香様をお迎えした大倉の作応援チャンネルです。いかがだったでしょうか。楽しいお話をありがとうございました。はい、では次の番組のご案内になります。この後1時から皆川由紀子さんの赤ちゃんと一緒ベビーダンス、ゲストは個性心理学の認定講師井村理香様をお迎えしてのお時間となります。引き続き楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、やば、え、 OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。大丈夫、いいよいいよ。